ははいどうもこんばんば Google のねピクセルシリーズといえば僕ですよね。はいということで、えー、僕はね以前ピクセル7をね使ってたんですけど自転車の撮影中に落下させてしまいましてバキバキにスマホを割ってしまったのでそれ以来ねずっとピクセル6 Pro を使ってたんですけどついにねこの度ピクセル 7A を購入しましたので今日はこのピクセル 7A を 開封してね実際にどんな感じのものなのかっていうこととあとは初期設定するっていうところまでやってみたいと思います僕が購入したのは限定色の赤色ですねこれ購入した理由っていうのはまあ数量限定だったっていうのもあるけどなんかこれ YouTube プレミアムが12ヶ月分無料でついてくるんですよねこれねあれはね月額1000円1000円いくらかするんですよねなのでこれが12ヶ月分ついてくるっていうだけでも結構な お得な感じがするのと、あとはこれ購入した時にね1万円分の Google クレジットもついてくるんですよね初回限定のこれ買った時には1万円分のクレジットがついてきたので、えー、非常にお得さらに、えー、これ Google Pixel 7A の専用のケースまあ僕はねあの毎回常々売ってますけどラゾクなのであのケース使わないんですけどまあ一応これ無料で。 ただでついてくるケース3,300円相当のケースがついてくるということで、えー、これはお得なので購入しましたあとはねまあ Google の製品買うと毎回ついてくるんですけどこういうのついてきますこれはねあのプロモーションコードっていうのが裏に書いてあって、えー、このあと Google ストアから何か購入するときに15%オフで購入できるっていうねこういう件がついてくるのでまあ実際ねこれ6万円ぐらいで買ったんですけど これらもろもろ合わせると、かなりお得に購入できてるかなっていう感じはあります。あとはこのポ o のね、3ギガ30日間がプレゼントされるっていう、このキャンペーンコードもついてきてると。非常にお得に購入できてます。最近 Google ね、ちょっとどうかしちゃってるよね。<laughs> ばらまきすぎです。この Pixel 7A 自体もね、あの、Pixel 7の廉価版みたいな位置づけだと思うんですけど、全然そんなことはなくて、同じ チップ積んでるんですよね。なので、性能的には全く劣ってないのでえ、全然これで問題ないかなっていう感じですよね。最近の Google Pixel シリーズはマジでおすすめですよ。すごい性能も高くて、CPU もかなりね、えー、テン n s G2 積んでますので、もうめちゃくちゃ使い勝手がいいです。はい、それでいてこの価格なので、あんまりハードのゲームしないでね、日常使いをだけをするっていう方はね、ほんと Pixel 買っとけば間違いないと思います。 はい。ということで、ちょっと前置き長くなりましたけど、これ早速開封して中見ていきたいと思います。はい。開けます。おほほほまあ、赤っていうかオレンジっぽい感じの、まあ、ちょっと明るめな色ですね。まあ、かわいいですね。色は。まあ、お決まりのこの白いね。これを剥がすと、思ってた以上に高級感ありますね、これ。これなんか、横が金属になってるんですよね。横と裏が金属になってて、この、 材質はななんかプラスチックっぽい感じでツルツルのプラスチックっぽい感じでまあいつも通りって感じでこれね結構指紋目立ってあんまり僕個人的には好きじゃないんですけどこの横のサイド部分とこのカメラのこの帯の部分ねこれがすごい金属になってますねこれがすごいかっこいいですねなんか高級感がすごい増してる感じがあるこの手で持った感じがすごくちょうどいい感じですね ちょっとピクセル7ね見せますねはいこれ <laughs> これがねあのー、自転車で走行中に車道に落としてしまってその後車複数台に引かれた後のピクセル7になりますけどこれちょっとシート張ってるのは、えー、ガラスが剥がれてきてねどんどん剥がれてきて結構指に刺さって痛いので、えー、これ貼ってますこれ気にしないでくださいこのカメラのところの段差全然違いますねピクセル7はねこの段差がね だいいいたたミリぐらい見た目ででねあるんですよ、ね、こうかなりボコって出っ張ってるんですけどピクセル 7A はねこれすごいね1ミリぐらいかな出っ張りがかなり低くなってますなのでこう置いた時にこう斜めになるこうね起き上がる感じが全然違いますね厚みが違うって感じですねでまあどっちもねピクセル7も 7A もねどっちもまあこの帯のところがまっすぐあるので こう平面なところに置いた時にこうガタガタしないっていうのはありますね他のスマホとかだとここにこっち側にカメラがあってここだけ出っ張ってたりっていうのが結構多いので置いた時にこうガタ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 するっていうのはありますけどピクセルシリーズはその辺は考えられているので置いた時の安定性はすごくいいですね付属品はねこれはおそらくね他のスマートフォンから移す場合ね例えば iPhone とかタイプ C と対応してないような スマートフォンから映す場合のアダプターですねタイプ A が刺さってタイプ C に変換できるっていうパターンの、まあ、これもピクセルには必ずついてくるものになってますあとはタイプ CC ケーブルがついてますまあ最近ね僕の使ってるものは全部タイプ C に対応してるのでこれ1本あれば全部ねデータの転送から充電まで全部こなせると、はい、そんな感じになってます充電器はついてませんねまあこれもいつも通りの仕様になってます ピクセル 7A の箱はものすごく無駄がないですね。本当にこのスマートフォンの大きさ分の箱しかないっていう本当に無駄のない作りになってます。あとはもうペリペリが付いてないっていうのもね。まあこれもだいぶ前からそうですけど、おそらくプラスチックの関係なのか、SDGs を意識したものなのかもしれないし、まあこの紙の箱になってますね。中身としてはまあ本体と SIM ピンとケーブルとアダプターね。えー、これだけです。はい、充電器が付いてません。 はい。近くで見るとこんな感じです。すごい高級感があるってとこですよね。なんかものすごい異様な高級感があります。ピクセルはずっとこんな感じの材質ですよね。ツヤツヤのプラスチックみたいなやつね。これね、個人的にはこんな感じで指紋が目立っちゃうので、あんまり好きじゃないんですけど、まあしょうがないですよね。このまま使うしかないかなと思います。まあ嫌な人はケースつけて使えばいいんじゃないかなと思います。下にはスピーカーと、 あと Type-C の接続端子がついてます、ね、であとは横に SIM スロットがついてるのとあと裏側にカメラがついてるのと、まあ、上にもこれマイクらしき穴がついてますねえっ、ー、とものとしては端子としてはそのぐらいですねここにねカメラの穴がついてるととねサイズ的にはすごい持ちやすいちょうどいい感じですね まあこれピクセル7とほとんど変わらないサイズだと思います若干ちっちゃくなってるのかもしれないこの縦幅はちょっとちっちゃいかもしれないけどほとんど変わらない感じですね持った感じも全然変わらないのと重さも多分そんなに変わらないかなじゃあね早速ですけど電源を入れて初期設定していきたいと思いますあつ着いたはい着きましたはいグーグルの G の文字が出てきてます はい、Welcome to your pixel ということで、えー、まずは言語選択ですね。えー、これを日本語に変えます。だいたい下の方にあるんで、ここですね。日本語に変えて、始めるを押します、はい。少々お待ちくださいって出てきてます、はい。モバイルネットワークへの接続ということで、eSIM をダウンロードできますということですね。 eSIM っていうのはね、物理的なものじゃない SIM ですね。あのネットとかで契約してコードを入れることでインターネット接続が使えるっていうね、えー、そういうものになってます。で僕は eSIM やってないので、えー、ここはスキップですね。はい。すると Wi-Fi に接続って出てきてます。まあ、これはうちのインターネットをつなぎたいと思います。はい。パスワード入れてきます。はい。パスワード入れたので接続します。 スーツスマートフォンの設定中ってなってますね。この処理には数分かかることがありますってなってます。はい、アプリとデータのコピーっていうのが出てきています。次を押します。はい、以前の Android または iPhone が必要ですということですね、はい。ケーブルを以前のデバイスに接続してくださいって出てますね。で僕はねこれ今これ Pixel6 Pro を使ってるのでこれからデータの移行をしたいと思います。 はい、この付属してきたケーブルをそのまま使いたいと思います t y p e C ケーブルを Pixel7A と Pixel6Pro につなぎます古い端末の方では新しいデバイスのデータをコピーしますかって出るのでコピーをします、はい、端末のロックを解除します、はい、するとアカウントをコピーしていますこって出てこち側に今アカウントをコピーしてますね こうやって見ると Pixel6 Pro と Pixel7A ね全然大きさ違いますねで個人的にはねこの Pixel6 Pro の大きさはすごい不満だったんですよねやっぱりこれちょっと大きくて重たすぎたんで使い勝手はあんま良くなかったですねあのもちろん動画とか見るときにはすごくねいいんですけど日常使いでこうさっと持ってこういじりたいときはちょっと重さと大きさが邪魔くさかったかなっていうのがありますあとはこれ 横になって僕はね寝る前にゲームとかしたりするんですけどその時横になってる時にこう手で持ってるのがつらかったですね Pixel 6 Pro はねあのやっぱ重たいですねでかくて重たいっていうのがあったのでやっぱりこっち側ねあのコンパクトなのはすごくいいですねはいコピーする項目はアプリと写真と動画音楽その他の音声 SMS メッセージデバイス設定と通話履歴 この辺が全部コピーできるみたいです。はい、コピーします。基本的にはこっち側で使ってたアプリとか、あとは設定関係が全部こっち側に一緒に入ります。はい、デバイスのバックアップの使用。位置情報を使用。スキャンの強化はい。全部全部同意します。限定保証。限定保証を確認するには、このデバイスを購入した国を選択してください。 ピンの設定が出てきました。ピンは4桁以上で設定してくださいなので、えー、ここで数字のねピンを設定します。ピンは4桁の数字で設定しました。これはいつも僕が使っている数字ですね。次へボタンを押します。ピンの再入力が求められるので、もう一回入れます。はい、ピンの再入力をしました。そのまま確認をします。はい、指紋認証の設定が出てきました。えー、指紋を使ってスマートフォンのロックを解除や本人確認。 ができると、はい、そのままま同意しますで指紋の登録をしますねで。指紋センサーがピクセルの場合はここにありますね。なのでここにし、まあ、指を登録すると。開始をします、はい。指紋センサーを長押ししてください。じゃあとりあえず今人差し指登録したいと思います。これ指はね5本まで登録できるので、まあ、人差し指とか親指とかねあと反対側の人差し指親指とかこんな感じで。 あの自分が使いそうな指いろいろ登録しておくといいんじゃないかなと思います。はい。何回もこんな感じで、えー、角度を変えながらタッチすると。毎回指を置く位置をた変えてくださいっていうのが出てるので、まあいろいろね、この指の角度を変えながら登録すると。はい。登録できました。指紋の登録完了します。はい。顔認証の設定来た。あのね、 ピクセル6 Pro はね、顔認証がなかったので、これが地味につらかったんですよね。で、ピクセル7以降ね、これは 7A ですけど、7A 以降は、あの、顔認証ができると。なので、基本、こう、顔認証でロック解除するんですけど、指紋は基本的に、こういうテーブルで置きっぱなしの時にこうやるとか、あとは夜暗い中、顔認証が効かない時に指紋でやるとか、そんな感じで補助的に使います。で、基本はもう全部顔でやるので、 まあこう端末をこう起こした状態で顔を向けてロック解除するのが一番やりやすいと思います。で顔認証をねやっていきますね、はい。同意します。で顔認証の設定方法はスマートフォンのこのカメラですね。この上にカメラついているところをこう自分の顔に向けて、えー、この中に顔を入れてあげるというそんな感じだと思います。じゃあちょっとやります。はい完了しました。まあちょっといろいろと顔を上に上げてくださいとかいろいろ言われましたけど完了しました。 はいじゃあ完了します。セットアップ続けますかなので続行します。はい Google にハンズフリーで話しかけると。えー、同意すると Google アシスタントは「HeyGoogle」と特定のクイックフレーズを検出するまでスタンバイモードで待機しますと。あれ今「HeyGoogle」なの ?OKGoogle、OK、じゃないのあこっちこっち反応しちゃった。とりあえず同意します。 えー、Google とボイスマッチを有効にする詳細同意しますデバイスのロックを解除しないでアシスタントにアクセスと、えー、Google にはもう全てを僕の全てを許しますさらの設定を続けますかって出てきたので、えー、まあいろいろ設定があるんですけどこの辺は全部ね後からできるので今回は割愛しますいいえをします使い方のヒントをメールで受け取るもスキップします す、はい、するとねデーータのコピーが始まりまりこれはねアプリのコピーとか、えー、こっちで使ってた設定をコピーするみたいなそんな感じのコピーだと思います使ってたアプリの情報がこっち側に登録されて、えー、こっち側で自動的にダウンロードしてアプリを入れてくれるっていうねそんな感じだと思いますただしこれアプリの中身に関してはあのー、全部が全部こっち側にコピーされるわけじゃないので一つ一つね 移行作業が必要になってくる場合もあります、まあ LINE とかは特にそうですね、まあ、LINE もあの以前動画にあげましたけど簡単に今移行できるのでトーク自力器ごとね全部入れれるのであの僕の過去の動画を参照してみてください楽天エディとかあとは Suica とかねあの辺も移行したいのでその辺もおいおいやっていきたいと思いますまあこの辺に関しても全部ね過去の動画を上げてるので あの興味のある方はそっちの方も参照してみてください、えー、ちょっと今コピーしてる間にこの限定版のケースもね見ていきましょうかこの「暗号を解読せよ」「チームピクセル」って書いてありますねこの限定版のケースは特殊な絵がプリントしてありますけどこれが暗号ってことなのこの辺がよく分かんないけどケース的にはこんな感じみたいですねうんとね デザイン的には微妙な感じのケースですけどこれ自体が何かの暗号なのかなっていう感じですねでこの暗号を解読すると何かあるのかなよくこ言ってる意味がよくわかんないんですけどはい一応とりあえずケースとしてはこんな感じですねまあタダでいただいたもんなんでこれはこのまま大切に保管したいと思いますちなみにね今この YouTube プレミアムね特典でついてきた YouTube プレミアム見てたんですけど えー、12ヶ月無料っていうのはかなりお得ですよね。まあ僕はどっちにしろこれもう入ってるんですけど月額1,180円が12回分ね、えー、無料になるということなのでまあ一旦これ YouTube プレミアムを解約してでこっち側の無料トライアルを始めるっていう形でやるみたいですね。これすごいお得だよね。これだけでも年間1,180円 ×12 年。 これだけでも1万3000円ぐらい割引になってると同等なのでこれ相当お得ですよねピクセルはやっぱりなんかね規模が違うっていうかこの,このばらまき具合がすごいですよねピクセルを購入したいという方はねこういう、まあ、次ピクセル A とすぐ出ると思うのでもう出た時にすぐにね予約するのをおすすめしたいと思いますあの初回得点がめちゃくちゃゃくいいので、 あの絶対にその辺を購入した方がいいんじゃないかなと思います。はい。えー、コピーが完了しましたって出ました。じゃあ完了をします。はい。こっちは閉じるボタンですね。はい。これでこっち側とりあえずもう外していいかなと思います。はい。今スマートフォンを準備していますってなってます。えっ、ー、と、システムナビゲーションの設定っていうのが出てきたので、まあこれね、3ボタンと ジェスチャーナビゲーションってまあまあ前からずっとこれありますけど僕はジェスチャーナビゲーションというのでやってますまあこっちからスワイプすることで前の画面に戻ったりとか下からスワイプすることでアプリを切り替えたりとかねそんな感じることができますまあ従来の3ボタンナビゲーションっていうのも使えるので3ボタンナビゲーションするとこの下に3つのボタンが出てきて戻るボタンとかホームボタンとかねあとアプリボタンとかそういうのが出てくると まあこれ、使いやすい方でやるといいかなと思います。あこれもしかして、あれこれ、前は違ったんですけど、これ見て。アプリの配置も一緒になってる。えー、僕の記憶が確かなったら、ピクセル7の時は、これ、アプリの配置まではしてくれなかったと思うんですけど、これ、配置まで同じですね。あ、すごいな、これ。 ああ入ってきてないアプリとかもありますけど、これは対応してないアプリなのかもしれないけど、アプリの配置はほぼほぼ同じです。あ、これは使いやすいね。あの、前からね、こういうふうにしてほしかったんですよね。今までこう、アプリ自体は入ってくるけど、結局配置は自分でやり直してたんで、そういうちょっとめんどくさいっていうのはあったんですけど、これ配置までこれ同じにしてくれるって、これすごい進化してますね。これはすごいいいな。 で、今ね、このアプリの情報自体はこっちに入ってるけど、アプリ自体はこうインターネット上からダウンロードしてこっち側に入るので、今ずっと延々とダウンロードされてる状態になってます。SIM カードだけ入れちゃいたいと思います。これ SIM カードはこっちね、端末の左側の方に穴があるので、えー、ここにこの付属の SIM ピンを刺すことで、グッと刺すとこ,こでね、スロットがこう出てくるみたいな。 この入れる場所が出てくるので、えー、ここに SIM カードを載せます。で、SIM カードね、こう切り欠きがあるので、この切り欠きを合わすような形でを乗っけてあげると。で、この状態でそのまま刺します。はい。で、これね、あのー、前にコメントとかでいただいたんですけど、SIM カードを挿す時に電源切った方がいいですよみたいなことをね、言われたんですけど。 僕は今までね、SIM カード挿すときに電源切ったことはないですね。はい。このままいつもやってます。で、SIM カード挿すと、インターネットのところで、まだ接続なしになってますね。で、これはね、設定から、おそらく APN 設定。これね、アクセスポイント名っていうのがあるので、これを設定してあげなきゃいけないと。俗に言う APN 設定ですね。で、最近のね、 ピクセルは全部入ってます。もう主要な SIM 会社のものは大体入ってるので入ってなければねここでプラスボタンを押して APN の作成ってやって作ればいいんですよね SIM フリーの会社って大体ね APN の設定方法っていうのはネットで調べれば出てくるのでそれを見て設定してもいいんですけどまあ大体はこんな感じで入ってますねで僕はこれ IIJMIO のカードを使ってるのでこれ IIJMIO を選択してこれで OK ですね はい、基本的にはこれでもうインターネット通信ができるようになります。とりあえず今こんな感じで、えー、アプリがね、どん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 次から次へとダウンロードされているような状態で、えー、まだちょっと今日は使いそうな感じじゃないので、まだ多分何十個もアプリあるんで、今日はこのまま終わりたいと思います。あの、僕の以前の動画で、まあ、LINE の移行とか、あと電子マネー、あの楽天エディの移行とかね、 あと、スイカの移行とかっていうのは過去に動画を上げてますので、えー、そのあたりを知りたいという方はね、どっちの動画を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、このチャンネルではこんな感じでね、今日は Pixel 7A の開封と初期設定やっていましたけど、普段はデジタルガジェットのレビューとかね、よくやってますので、興味のある方はぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。